朝花、または朝花チゴは小麦粉をこね油で揚げて作る中国戦成長起源の菓子である。きつね色に揚がった香ばしくサクサクした食感と甘い味が特徴である。日本では長崎県の長崎新地中華街や神奈川県、横浜中華街などに製造業者があり、よりより当人巻き、朝花巻き、ネジ、リンボ帽などとも呼ばれる。小麦粉に水、 砂糖、少量の塩と膨張剤を加えてこね、棒状に引き伸ばした後で、半分に折ってねじり、油でじっくりと揚げる。揚げた後で、砂糖をまぶすものとまぶさないものがある。大麻とは関係なく、大きな浅花の胃。通常の浅花とは違い揚げパンのような柔らかい食感である。天津の名物菓子。 大きいものでは50センチメートル程度のものがあり、砂糖をまぶしただけでなく、氷砂糖やコンペイ糖が表面に挟み込まれているものもある。半季祭、半高し林という兄弟が始めた、老舗のかつらおこり幸のものが有名。天津の大古南路18街という場所にあったため、18街が愛称となっている。油で揚げてあるが、1ヶ月以上湿ったりせず、 風味がなかなか落ちない点にも人気がある。単に一本の生地をねじったものではなく、中心にごま、くるみ、かぼちゃの種、梅の実の砂糖煮、金木製の砂糖煮などを混ぜた芯となる生地があり、少し複雑になっているのが特徴。重金、京安、朝花とも言う。ありがとうございます。